皆さんこんにちは、ピンポンスタジオ西井です。今回は仲のいい後輩遠藤拓也選手とガチ試合をしていきます。彼は全中準優勝の団体メンバーであったり、全日本選手権に4回も出場したことがある猛者中の猛者。その輝かしい戦績とは裏腹に、ひらがなのほが書けないというキュートな一面も。それではどちらが勝つのか交互期待、どうぞ。
ございました。視聴者の皆さん、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またね。